二度と対戦したくないよ。ブリュワーズ・マーフィー監督の試合後のコメントです。ドジャース・大谷翔平選手が12日敵地ブルワーズ戦に1番 DH で先発出場し、5回に3試合ぶりの36号ツーランを放ち、本塁打王争いでは再びリーグ単独トップに立ちました。今回は大谷翔平選手とベッツ選手の活躍、ドジャースの MVP3 が揃うことで相手チーム監督は相当脅威に感じたようです。試合後のブルワーズのマーフィー監督の試合後のコメントをお届けします。ぜひ最後までご覧くださいませ。大谷翔平36号ホームランで復調の気配。大谷選手のホームランが飛び出したのは2対0の5回無視1塁の第3打席でした。3ボールからの4球目、ペラルタ選手の 93.2 マイル直球を捉えました。打球速度107マイル、打球角度36度、飛距離424フィート、コースに逆らわず左中間へ打ち返しました。カウントノースリーからの本塁打はメジャー通算207本目で初めてでした。大谷選手は次のようにコメントしました。もちろんアグレッシブに行きたいなとは思ってましたけど、相手からしてもアウトになってもムーキーもフレディもテオもいるし、まだまだケアしなきゃいけない打者がたくさん後ろに控えているので、甘く来たら行くぞという姿勢をいつもどのカウントでもそういう姿勢だけは崩さないようにしたいなと思います。大谷選手は左手骨折からの復帰戦で11号決勝ツーランを放った2番ベッツ選手らの後を打つ強打者たちへの信頼を口にしました。ドジャースはパイレーツ3連戦をスイープし、日本時間8月13日敵地アメリカンファミリーフィールドでのブリュワーズ4連戦がスタートしました。ムーキーベッツ選手が3打点と躍動し、大谷翔平選手にも36号ツーランが飛び出すなど5対2で勝利を収め、連勝を4に伸ばしました。ドジャース先発のクレイトン・カーショー選手が6回途中3安打1失点で今季初勝利を挙げ、5番手のダニエル・ハドソン選手は9セーブ目を記録しました。ブリュワーズ先発のフレディ・ペラルタ選手は2本塁打を浴び、6回5安打4失点で7敗目を喫しました。ドジャースは3回表に1死3塁のチャンスを迎えると、大谷選手は凡退したものの、ベッツ選手が11号ツーランを放って2点を先制しました。5回表無視1塁の場面では大谷選手が左中間への36号ツーランを放ち、4対0とリードを広げました。最終的には大谷選手とベッツ選手の活躍で5対2で勝利、3打数1安打2打点1四球1盗塁の活躍でチームの勝利に貢献し、今季の打撃成績は打率2割9分8厘、出塁率3割8分6厘、OPS1.007 となっています。ベッツ選手復帰のコメント。ドジャースは左手骨折で離脱していたムーキー・ベッツ選手が負傷者リストから復帰しました。ブルワーズ戦の先発発表では、1番は DH、大谷選手、2番に右翼ベッツ選手、3番にファースト・フリーマン選手の並びになりました。ロバーツ監督が示唆していた通り、ベッツ選手は2番で、ポジションは離脱前に守っていた遊撃ではなく、右翼でプレーすることになりました。右翼へ戻る挑戦について聞かれたベッツ選手は、挑戦を求めて生きているわけじゃないから、特にそうだね。挑戦が何であるかは知らないし、気にもしない。でも今は、本当の意味でのシリーズで優勝すること、それがとても難しいことなんだ。と平常心を口にしました。2番と1番の違いについては、ルーティン、つまり打席は少し変わるだろうし、特に僕の前に大谷がいることで塁に出る回数も少し増えるだろう。つまり基本的には同じことなんだ。ただリズムをつかみ試合の進め方に慣れるだけだと問題なしを強調しました。大谷選手とは1番2番が入れ替わる形ですが、アジャストする自信を見せました。また右翼へ戻りたかったのかとの問いには、チームにとってベストなら何でもいいんだ、それがチームにとってベストだと思った。でもうちのクラブハウスにはゴールドグラブ受賞者が何人かいるんだ、だから彼らがそれをケアする必要があることは分かっている。僕とチームにとってベストなのは外に出て正しいプレーをすることだと思う、と優勝を目指すためのフォアザチームの思いを口にしました。これには SNS でも、ベッツ待ってました、どこ守っても GG 取れる天性のユーティリティームーキーが戻って翔平の打撃がどこまで回復できるかだね、パドレスが迫ってるから突き放したい
ヘイワードとキアマイヤーというゴールドグラブ選手がいることに言及して、チームはそれにも配慮しなければならないとベッツは言っている。この人は本当にチームのことを考えているという人格者であるベッツらしいエピソードやコメントが見られました。ブルワーズのマーフィー監督の試合後のコメント。試合後にブルワーズのマーフィー監督は大谷選手とベッツ選手に関してコメントしました。大谷はとんでもないパワーだよ。左打者であそこまで飛ばす選手は見たことないよ。アメージングだ。普通逆方向にあそこまで飛ばせる選手はいるのか。本当に脅威だよ。彼は打つだけじゃなく盗塁で次の塁を奪い、ベッツのタイムリーにつなげた。さらにベッツはチャンスに強い。今日はベッツにもやられたよ。ベッツが加わるだけでまるで違う印象のチームになるね。その後にもフリーマンやヘルナンデスがいる打線は本当に脅威だよ。本当に厄介な打線だよ。明日からも試合はあるが、もう二度と対戦したくないよ、と語りました。大谷翔平五輪出場熱望。28年ロス大会で野球2大会ぶり復帰。パリ五輪は11日夜、日本選手団が20個の金メダルを獲得する活躍を見せ、17日間の祭典に幕を下ろしました。4年後2028年の舞台となるロサンゼルス大会では野球が2大会ぶりの復帰を果たします。大谷選手はオールスター戦前日恒例の7月15日の記者会見でロス五輪への思いを包み隠さず話しました。出たい気持ちはもちろんある。五輪は特別。と出場意思を明確に示しました。野球人口減少や人気低迷への危惧や国際化へも意義を感じており。特に五輪は普段、野球を見ない人たちも見る機会が増える。野球界にとって大事なこと。個人的にも出てみたい。と続けました。最大の焦点は史上初めてトップメジャーリーガーが五輪に派遣されるか否かです。メジャーのベンチ入り26人枠の選手の五輪出場が認められたことはなく、実現にはシーズンの中断が不可欠です。そのためには26年オフの労使交渉で協定の変更も必要となります。ただ大谷選手の会見翌日、これまで選手派遣に懐疑的な見方を示していた大リーグ機構のロブ・マンフレッドコミッショナーは、話し合う準備はある。オープンな姿勢だと態度を軟化させました。パリ五輪が幕を閉じ、野球米国代表の公式 SNS は、次は俺たちの番だと投稿しました。ヤンキースジャッジ選手、フィリーズハーパー選手らも出場を熱望し、ドリームチーム結成に意欲を示します。スポーツ専門局 ESPN のジェフ・パッサン記者は前日に、MLB は28年ロス五輪で大リーガーの参加を認めるため全力を尽くすべきだ。NBA が示した道に続かなければ。と SNS で訴えました。大谷選手の発言を発端に、機運は高まり始めています。4年後の大谷選手は油が乗り切った34歳になります。ドグンとは今季から10年契約を結び、本拠地での地元開催となれば、投打二刀流でフル回転が期待されます。21年東京に続く2大会連続金メダルへの戦いは大谷選手を軸に回り始めています。そしてロス五輪の野球会場として有力視されるのがドジャースタジアムです。ドグンのスタンカステン球団社長はスポニチ本誌の単独取材に応じ、 MLB から正式には何も伝えられていないと前置きした上で、ドジャースタジアムは年間400万人、世界中のどのスポーツ会場よりも多くのファンが訪れます。84年の五輪や WBC でも会場となった。ここで開催されれば素晴らしいもてなしが待っていますとアピールしました。実は同球団社長は五輪との関わりが深いのです。96年アトランタ大会当時はブレーブスの球団社長でした。メインスタジアムは五輪終了後に部分本拠の野球専用に改修され、そのプロジェクトに携わりました。多くの都市が五輪のスタジアムを利用しなくなるが、アトランタはブレーブスが再移転するまで20年間で5000万人以上のファンを迎え入れた。それは美しい思い出だ。ロサンゼルス大会でもドジャースタジアムが大きな役割を果たすことを期待しています。1962年開場の同球場ですが、約1億ドルをかけて改修工事を完了しました。ビッグイベントを受け入れる体制は整っています。大谷選手の五輪参加については、MLB がまだ議論している段階と口を閉ざしましたが、大リーガーの参加が認められれば大谷はロス五輪の象徴的な存在となるでしょう。メジャーでもロス五輪が話題に。
アメリカでもロス五輪でのドリームチーム結成へ早くも浮き足立っています。米メディア CBS スポーツは2028年五輪での米野球代表ロースターを予想、 MLB 選手がロサンゼルスでプレーできたらどんなチームになるかと題した記事を寄稿しました。記事では MLB が初めて五輪に選手の参加を許可すると思われるとして、ロブ・マンフレッド・コミッショナーらが参加に向けて柔軟な姿勢をとっていること、フィリーズのブライス・ハーパー選手やヤンキースのアーロン・ジャッジ選手らが参加に前向きなコメントを行っていることを理由に挙げました。ではスター選手の参加が可能だとして誰が選ばれるのでしょうか。同氏は気が早いとしながらも2028年米代表を選出しました。遊撃には今季のア・リーグ MVP 候補に上がっているロイヤルズのボビー・ウィット・ジュニア選手、三塁には心境著しいオリオールズのガナー・ヘンダーソン選手、同じくオリオールズの2022年全体1位指名でプロ入りしたジャクソン・ホリデー選手も名前に挙がりました。他の選手も資質や20代中盤から後半と脂の乗っている選手が入りましたが、驚きの選出もありました。 CBS スポーツは外野に36歳のジャッジ選手を、 DH に35歳のハーパー選手を選びました。いわく野球の基準では少し年寄りになっているが、球界最高のホームランバッターはそのスターとしての力と五輪でプレーしたい熱意から選んだ。30歳を過ぎても衰える気配のないことから、五輪が LA にやってくる時期になっても彼は力があることに欠けるとしました。ハーパー選手に関してはやや名誉職としての選出とした上で、ハーパー選手やジャッジ選手のようなかなり大きな存在がチームに加わることを熱望しているといえば、参加への勢いが生まれ他のビッグネームもチームに加わるとハーパー効果に期待しました。 NBA のスーパースターが揃ったドリームチームの米国男子バスケ代表は見事に大会5連覇の偉業を達成しました。シーズンオフとはいえ超大物が揃い、中でもレブロン・ジェームズ選手とステファン・カリー選手が躍動しました。ジャッジ選手とハーパー選手は果たしてベテランの域に突入しても彼らのように母国を優勝に導くのでしょうか。まずはメジャーリーガーの参加が認められることに期待する声は大きいです。大谷選手、アメリカでの評価が上昇。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手は10年7億ドルの歴史的契約を結んでいます。当初は過去最高額の契約に疑問を呈する声も上がりましたが、大谷選手は契約金に見合った活躍を続けています。米メディアスポーティングニュースのカート・ビショップ記者が言及しました。年間で6800万ドルが後払いになるとはいえ、北米のスポーツ史上最大の契約にはさまざまな声が上がりました。しかし今季は打者に専念していますが、大谷選手は数多くの指標でナショナルリーグをリードする圧倒的な活躍を見せています。これにはかつてフィラデルフィア・フィリーズの GM を務めたルーベン・アマロ・ジュニア氏も、彼は私が見た中で最高の選手だ、マーケットの金額が現実的だと思う、彼は象徴的な選手だと語り、さらに一日の終わりにドジャースはこの契約をして本当に良かったと思うだろうと加えました。期待に応えるプレーを続ける大谷選手にビショップ氏は、結局のところこの歴史的契約はこれまでのところ正しかったようだ。大谷選手はすでに本塁打30盗塁30という成績を残しており、まだ9月になってもいない、彼がこの調子を維持できるかどうか楽しみだと言及しています。このアメリカでの報道に SNS では、日ハム時代プロデビュー間もない中、二刀流での活躍や優勝、 WBC でのバッターからのクローザー、ドロンコのユニフォームであの舞台クローザーで二刀流だったから見られた光景、昨年のホームラン王や数々の MVP、 高校卒業仕立てとは思えないコメントやストイックさ、一番 DH で出塁して盗塁絡め、快速でホームに帰り、その裏でマウンドに立つ、打つ走る投げる、今日は何を見せてくれるのか、毎日が金メダルでも見るかのように楽しみであり、どれを取っても歴史に残るシーン、本当に人間なのかってくらいかけ離れすぎていて、人格もよく、こんな人の価値を適正価格をつけられる人がいたら逆に驚く、たとえ現役を引退してもずっと後世に語り継がれる歴史的な瞬間を見られるかもしれない、成績だけではない魅力なんだろう。好不調の波だとかチャンスに弱いとかいろいろ言われるが、
今シーズン特に大きな怪我もなく続けて出場して成績も上げているっていう点は評価以上と言えるでしょう。今季と来季の投手も安定して怪我なくこなせれば十分すぎる実績だと思う。特に投手にとって安定して出場できるっていうのも一つの評価基準な気がする。何にせよ今年のドジャースは怪我人が多くて安定してプレーしてくれる選手が少なすぎるというコメントが見られました。さらに大谷翔平選手の評価を上げている要因があります。ドジャースの大谷翔平選手が今季 MVP を獲得する可能性が高いと米メディアが報じています。米スポーツ局 ESPN の番組ベースボールトゥナイトではヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が60本打つか、大谷翔平選手が40本塁打、40盗塁を達成するかと白熱した議論を繰り広げています。ESPN のティム・カークジャン記者は42本塁打を放っているジャッジ選手について60本塁打には届かないだろうと推測しています。後半戦に入って26四球打ち7敬遠、この傾向は止まらない、彼は良すぎる、彼と勝負はできない、ジャッジができることに私は疑問を抱くことはないが、あと18本、それに届くほど勝負してもらえないと思うと見解を示しました。司会を務めるケビン・コナース氏は大谷選手について今週35本塁打30盗塁を達成した、40-40は行くかとカークジャン記者に投げかけました。すると同記者は行く、彼は35-30に最速、つまり最も少ない試合数で届いた選手だ、彼は40-40に届くと思う、40本打つことは間違いない、そして彼は40盗塁する、考えてもみてください、この男はとても良い投手だ、それが年間40-40を狙っている、これは翔平大谷がどんな選手かを一言で表しているとしました。コナース氏はナリーグ MVP は大谷、そしてアリーグ MVP はジャッジ、MVP レースはもう締め切っていいでしょうねと笑っていました。大谷選手は今季はここまで115試合に出場して打率2割9分8厘、35本塁打、83打点、 OPS は 1.001 を記録し32盗塁を決めています。 DH で史上初の MVP 獲得まで懸命に進んでいきます。今回のお話はここまでです。今回も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。